で、なんともう一つですね、僕がですね、ネットで買おうと思ってたやつが、おもちゃ屋にあったんだよ。いや、見て、え、なんだと思う？なんだと思いますか？え？リングフィットは？あまりは、それを超えた神ゲーだよ。神ゲー、いるわ、正解！そう！ヒカキンボックスだよ！買うしかないでしょ、これ、普通に。なんでこれみんな買ってないの？いや、当たり前だよな。いや、俺だってヒカキンファンだもん、普通に。なんと、見えますか？ 5 歳以上。セーフ。ギリセーフ。いや、これマジで欲しかったんだよ、俺。個人的に。ほら、ヒカキンボックスのここがすごい。ヒカキンボイスに変わる。ヒカキンの名台詞を収録。ヒカキン TV の効果音も。ボイスチェンジマイクをセット。電源スイッチオン。ボタンを押してね。ヒカキン TV Everyday。ブンブン、どうもヒカキンです。先日紹介したのはこちら、プルルルルルプシャー、ヒカキンボークス。めっちゃヒカキン映ってる。ヒカキンいい顔だな。ヒカキンかっこよくない？身長あるし。いや、僕これ使いたいんだけど、開かないんだけど。ちなみに会社は、バンダイから出てます。これ確かね、3000円ぐらいだった気がする。確か3000円だった気がする。いや、3000円だっけな。え、ちょっとなんか俺ヒカキン好きだから、俺なんか適当なこと言えないから財布取ってくるわ。そう、3キュッパだった。3980円。なんと4000円で買える、こちらの商品。これめっちゃいいんだけど。ガイドブックを読めば君も動画クリエイターなりきりでガイドブック、イエーイ。動画投稿のコツ、ここは抑えたい、ヒカキンが。あ、これあんまり見せたらあかんかな。いや、いいよね。ネタバレになっちゃうか。顔しているよね。元気よく、大きな声で、テンポよく、わかりやすく、だそうです。いや、ウーム所属じゃないです、僕。僕、オープンレック所属です。あ、かの有名な。うえ！え、ちょっと待って。すいません。まさかの、ドライバーなんですけど。いや、あるんで。ドライバー式ほんとゴミだよな。ちなみに炭酸電池何個だろう、これで。ちゃんと電池も買ってきました。店員さんが教えてくれたんですよ。これ炭酸電池必要ですけど大丈夫ですかって言われて、はっ、いや、マジで優しい店員さん。あ、これが多分音量だわ。誰でも動画クリエイターヒカキンボックス。ヒカキンだ、聞こえる、これ聞こえた？今、もう一回やっていい？誰でも動画クリエイターヒカキンボックス。ええやん。え、こんな曲あったっけ？覚えてねえわ。あ、これは知ってる。なにこれ、これボイパじゃない？あ、
これだけ？いや、なんか効果音とか出てたすな。効果音って出てたすんですか、これ。あ、今の BGM モードらしい。あ、俺ボイスモードやりたいんだよ。いくよ、いくよ。おい！いいよこれ。ヒカキンゲームズなんだ。え、なんでブンブンハローなのこれ。これいいね。これ相当いいね。めちゃくちゃ良くない？これいい。これいいわ。これ最近っていうか、まあ今年ぐらいからやってる、あのなんか、あの、中間で入るやつですね。これ嬉しいな。あのこのヒカキンのこのなんかロ何ボイスっていうか知らないけど、これがいい感じに音質をごまかしてる感があっていいと思う。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はじゃんけんポン。おー、ええー、なこれ。バイバイ。ええー、な。これ何？あー、交換音系だ。恥ずかしくないの？いや、全然。なんで？お。何これ？あ、なんかこんな。みたいなやつか。え、これどうやってボイスやんの？え、これなんかマイクあるんですよ。ヒカキンボイスになれるらしいんだよね。こうなるわ。こういうことだ。これで、Today's ヒカキンズポーン。え？あ、ブンブン、ブンブンハロー YouTube。 ブ、いやー、わかったわ。これヒカキンの動画見てほしいんだけど、ヒカキンがこのマイクでやるときちょっと大変そうだったんだよね、正直。なんかまあ収録の音とんのも大変じゃん、その自分が喋る声とこれが入るから。でもなんかちょっと困った感じだったから、あー、これ機能しょうもないのかなって思ったら、そうだわ、これしょうもないわ。Today's ヒカキンズポーンツ98。これいいね。俺これずっと片割りに置くわ。いや、これ通話入った時に、あのなんか大事な通話ね、入った時にいきなり、YouTube って言えば、どう？で、で、終わる時は、
これいいね。これいいね。これボイスはかなりいいわ。なんか効果音とかちょっと使いにくいけど。いやまあ、点数つけるとしたら。98。こんな感じ？こんな感じか？え？ちょ、覚えないと。今何番だった？ 7 番。7番だわ、これ。あ、音量も調整できる。誰でも動画クリエイター、ヒカキンボックス。98、この2点失った理由としては、まずマイクがクソ。マイク、ダメだね。なんかこれワンチャンなんかこれ、例えばだけど、端子があって PC につないでそのボイス変えたやつを PC に取り込めるとかあったらワンチャンあったけど、結局自分の声発するから自分の声にかき消されんで音ちっちゃいから。誰でも動画クリエイター、ヒカキンボックス。トゥデイズヒカキンズポーン。もう完全にね、意味がない。聞こえない自分で。で、多分相手にも伝わりにくいと思う。で、そんなにロボ音声になってないから、そこが不満。はい。で、あと今の時代に単三電池2個要求されるのも不満。もう単三電池じゃなくて充電にしてくれ。それがちょっと不満だね。いや、でも、3キュッパでしょ ?3980 円でしょ。まあ、これ買うんだったら多分寄付した方がいいと思う。いや、でも俺は満足。で、3980円だったら買うね。俺、だから俺マジで俺ネットで買おうとしてたからね、欲しくて。かっこよくないっていうか、俺これ飾ろう、マジで。え？かわ、高い？いや、ガチレビュー、ガチレビュー。いや、ダメなとこはダメって言うけど、このマイクは本当にクソだと思う。いや、でも、楽しめたよ。もう。もう4000円分の楽しみはもう、しました。嫁にさ、今日で、おもちゃ屋さん行ってさ、これあるっつって、これ買うわっつってさ、こう、渡したんよ、この箱。そしたらさ、最初なんか冗談だと思われてたからね。ガチで買おうと思ってたのにさ、えって。ガチでレジ持ってったからさ。いや、いいね、これ。こういうのを求めてんだよ、おもちゃってのは。これはいいね。箱もいいね。一目でわかる。